K-2 はアメリカ海軍の潜水艦、K 級潜水艦の2番艦。当初の艦名はカシャロットであった。カシャロットは1911年11月17日に K-2 に改名された。1912年2月20日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦所で寄港する。1913年10月4日に ルース・チェンバレン・マッケンティー夫人によって浸水し、1914年3月17日に、艦長アール・モーゼス少位の指揮下収益する。1914年の春から夏にかけて、ニューイングランド海域での大やけみ及び訓練を行った後、K-2 は10月9日に、ロードアイランド州、ニューポートで、大西洋水雷小艦隊第4分艦隊に、加わる。 直ちに作戦活動を開始し、ニューイングランドからフロリダにかけての東海岸沿いに、潜水艦船の技術開発をおよそ3年間行った。第一次世界大戦がヨーロッパで始まり、大西洋横断の重要な航路を警備する必要が生じることとなった。K- には1917年10月12日に、コネチカット州ニューロンドンを出港し、10月27日に、 アゾレス諸島に到着、紹介を開始した。K-2 は、大戦において、同海域を紹介する最初のアメリカ潜水艦であり、敵有望と探索のため巡航を行った。この重要な紹介は1918年10月20日まで続けられ、その後 K-2 は11月10日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに到着、沿岸での活動を再開した。 1919年から23年まで、K-2 は東海岸沿いに開発実験を行った。1922年11月15日、バージニア州ハンプトンローズに到着し、そこで1923年3月9日に退役した。その後1931年6月3日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。